新型コロナウイルスの感染対策をする生活が始まって1年以上が経ちました。その間、妊娠出産に関わる状況も随分目まぐるしく変わっていきました。まずはこちらをご覧ください。起きる、起きる。前日に無事出産を終えたばかりのお母さんです。ほっとしてますね。すごくやっぱり最近コロナが増えてきて、立ち会いも正直ね、できるのかなとか、もしかしたら一人で出産かなだったんですけど、まあ、どうにか旦那さんと一緒にできたのでね、よかったね。一方で今後のコロナ禍での子育てについては、どういうふうにこう子育てにこう向かっていくのかっていうののイメージが正直つかないなっていう今です。こちらの女性は去年11月に出産しました。働きながら の妊婦期間だったんですけれども、やっぱり家にいたい、できるだけいたいっていう気持ちがやっぱりあったり、人が多いところには行けないしとか、もう本当に何もできない期間だったなっていうふうに思います。産後の今も悩みは続きます。人混みは避けたいねとかっていうふうに思うので、なかなか思うように一緒にお出かけとかができないですよね。県内で実際に新型コロナウイルスに感染した妊婦は14人です。受け入れ病院の一つ、県立広島病院では、特に年末以降急に増えまして、幸い皆さん軽症というか、濃厚接触で症状ないのに調べて陽性だったという方もおられます。感染した場合、胎児や出産への影響は、正直なところ新しいウイルスなので、最終的には分かんないんですけども、まず胎児にも母体にも影響はないだろうと。で、妊婦だからそれで重症化するというふうな報告は ほとんどないので、そこまで心配されなくても大丈夫かなとは思っています。一方で日々妊産婦を診察する中で気になっていることも、よりこもり気味になってるんじゃないかなと思うんですね。今まで以上にこう産後の育児の方のお困りの方がおられるんじゃないかなという気はしてるんですけども、ちょっとこれ把握できてないので、そこはちょっと心配しているところです。そこで妊産婦と触れ合う県内の分娩施設のある産婦人科にアンケート調査を行いました。里帰りができない、外出ができず孤独感を感じる人が多いと思う。ご両親などのサポートが手薄になり、お母様の辛労は多くなるかもしれません。分娩数の減少、経営上は負の影響だ。アンケート結果から見えてきた現場の思いとは。そのアンケート結果、妊産婦の負担を心配する声が多く上がっていました。それは環境の変化が大きくあります。例えば、立ち会い出産はどうしていますかという質問に対し、中止しているが 47%、そして一人限定で再開が 53% と、かなり孤独な中で出産をしているという現状が明らかになっています。そしてさらに、こちら母親学級など妊産婦を対象した実践講座はどうしていますかという質問に対し、中止が 21%、一部再開、そして一時中止したいけれども再開が 10.5% ずつと、かなり実践指導が不足した中で産後を迎えている、そういう方が多いという実態が明らかになっているんですよね。ただでさえこう初めての出産子育ての方なんかは特に心細いと思うんですけれども、よりそういう不安な状況というのになってしまっているような気もしますね。藤岡さん、いかがですか。そうですね、この1年で周りで3人出産した人がいるんですけど、みんな口を揃えて言ってたのが、こんなに不安な妊娠出産を迎えるなんて思ってもいなかったと。
その時やっぱなんて声かけたらいいんだろうかっていうのがすごく困ったんですね。なんとか ね支援をしたいと思うと思うんですけれども、はい、実は県なども支援を始めていますが、なかなかまだ知られていないので、ぜひその情報を伝えてほしい。アンケートの中ではそんな3回の声が多くありました。コロナ禍での支援を取材しています。2週間前に出産を終えたお母さんです。でも貧血と帝王切開の傷も痛いのと、歩けなかったんです、フラフラで。彼女が産んだのは双子でした。実家にいるようにくつろいで見えますが、実は実家ではありません。ここは助産院です。コロナ禍で里帰りができなかったこの女性は、産後も2歳になる子と生まれた双子、3人の子育てでクタクタでした。そこで4日間助産院を利用することにしたのです。本当にもう利用してよかったなと思います。ここに来てゆっくり寝させてもらって、ケアしてくれたりして、気持ちがすごい前向きになれましたね。県はこうした支援を必要とする人に半額を助成。宿泊だけでなく、日帰りや自宅訪問での利用も可能で、東広島市などはさらに残りの半額を補助し、無料で利用できます。だいたい皆さん休みたいと、寝たいと希望する人がみんな使えたら一番いいなっていうのはね、ずっと思ってますね。こうした支援以外にも、県はこの春新たな取り組みを始めていました。出産後の2週の時期に、メンタルがですね、不調になる方が4人に1人の割合で出るということが言われてますので、産後2週と1ヶ月後にですね、チェック項目に従って、ご自身の今の状態っていうのを客観的に診断していただいて、でそれをもって医療機関に行きまして、ドクターの判断を仰ぐというものです。コロナ禍での産後うつを早期に見つけ、必要な支援とつないでいきます。一方、産婦人科でも新たな動きが広がっていました。その取り組みとは。8割方ぐらいは最近やってるんじゃないですかね。赤ちゃんが出てくるところを自分で撮影するっていう意味で自撮り出産って言ってます。出てきたね。スマホで撮影しながら出産する自撮り出産です。まさに ここを撮ってるんですよ。こうやって撮ってて、ね、自撮り出産してよかったですか？よかったですし、なんかやっぱりこうまさに自分が見たそのままがずっと残るし、絶対やった方がいいと思う。もともとこちらの産院では大勢の立ち会いを認めていました。しかしコロナ禍で一時立ち会い禁止に。家族の人がいたら撮ってくれるんだけど、誰もいないから私がこれ撮っとかなくちゃ、後で家族に見せるんだっていう感じで、それでもう必要に迫られてみたいな感じで、ビデオカメラとかスマホでみんな撮り始めたんですね。でも撮り始めたら怖いだけ痛いだけと思っているイメージから、そういう景色からガラッと変わった正しい現実の景色が見れるということで、がぜん出産すること楽しくなってるみたいですね。長男がここに生まれるここにいて、その様子も一緒に撮ることができて、すごく貴重な体験ができたなと。この子が生まれてくるその顔が見れた、出てきた瞬間にあれ、お兄ちゃんと同じ顔してるとか、そういうやっぱ感動ができたっていうのがすごく本当にやってよかったなって思います。コロナ禍でも前向きに育児のスタートが切れるよう願いを込めた取り組みです。コロナ禍にママになる人へ、去年本を出版した産婦人科医の孫さんは、
妊産婦の周囲の人や社会へこんなメッセージを送ります。新しい命を産んでいくっていう方にもし自分が何かできるとすれば、やはりもうみんなが自分自身の感染を防御することだと思いますので、自分の行動が誰かを助けると思って、みんなでちょっと今の時期いろいろ我慢を頑張りましょう。自撮り出産という形を、ね、初めて知りましたけれども、なんかいろいろいいこともありそうですね。密に向き合うことで、痛みを忘れるのか苦しまない出産になるそうなんですよね。面白いですね。何より前向きになれるのが、ね、いいなと思ったんですけれども、実はその他にもアンケートの中で医師の方からこんな声が聞かれました、はい、例えば公共交通機関を使うのが不安な妊婦さんもいるので、タクシーの補助を出してはどうか、それから同居家族へワクチンの優先接種をすることで、妊婦さんがワクチン接種に迷っている人もいる中では、そういった取り組みも必要なんじゃないか、それからこれは気になるところなんですけれども、妊娠控えなのか出産数が減少しているという産婦人科とても多いんだそうですよね。出生数が低下するというのは国全体の問題になりますので、こういったところも気になるところなんですが、安心して妊娠出産できる環境づくり、まだまだできることがありそうです。そうですね、いろいろな現状も見えてきましたけれど、藤岡さんどうご覧になりますか。そうですね、やっぱりこういった情報っていうのをまだまだ知らないママたちが多くいるとなると、正しい情報をしっかり発信して不安なママに届けるっていうことは必要なのではないでしょうか、支援の取りこぼしがないようしっかりしていきたいですね。